ハンカール・フリードリヒ・レルシュタープはドイツの作曲家、作家、音楽出版社、音楽評論家。レルシュタープはベルリンで活動し、ベルリンの音楽界に非常に影響力のあった人物であった。幼少期にヨハン・フリードリヒ・アグリコーラに鍵盤楽器演奏を支持し、作曲をカール・フリードリヒ・クリスティアン・ファッシュに習った。彼は179 17年に、 父の印刷業を継ぐことになった時には、ハンブルクの CPE バッハの下で修行を継続しようと計画していた。音楽への興味があったため、デルシュタープは、事業の方向性を音楽へ傾け、楽譜貸し出し業を開始、楽譜出版の子会社を設立するなどした。さらにその後は、楽器製作や音楽関連の備品の販売も行った。デルシュタープの音楽作品には一曲の、 手で生む手で生む、ミサ曲一曲、数多くのカンタータ、リート、ジング・シュピール、ダイ・アプティカなどがある。息子のルートビヒ・レルシュタープも音楽批評家、詩人であった。シューベルトはルートビヒの詩をもとに白鳥の歌を作曲している。レルシュタープの長女のカロリーネ・レルシュタープは F に届く、極めて広い聖域で有名な歌手であった。 彼女は1811年からブレスラウで歌っており、モーツァルトの魔敵の夜の女王役が特によく知られていた。ありがとうございます。